常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。それから内容気に入ったらね、ぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。50万人突破記念スペシャル、まだまだ続きます。だからチャンネル登録ね、忘れないでください。まだすごいゲストいますからね、よろしくお願いします。昨日もね、夜のねテレビでね、ニュース速報ピロリーンとか言って出てましたから、もう皆さんすでにお分かりだとは思うんですけどね、もう公開情報なんですけどね。日経新聞の記事ね、ちょっとご紹介しますね。止まらぬ辞任ドミノ、寺田総務省更迭、政権に打撃ということでね、岸田文雄首相が寺田稔総務大臣を事実上更迭したことにより、閣僚の辞任はこの1ヶ月で3人目となったと。国会で21日から始まる2022年度第二次補正予算の審議に影響することは避けられない。止まらぬ辞任ドミノは首相の政権運営に打撃となるということでですね、影響が出るでしょうということを書いています。辞任したのはね、山際さん、葉梨さん、寺田さんなんですけど、葉梨さんはね、もうこれは完全にまあ自分のせいですよ。失言ね、死刑執行のね、ハンコースのネタにしたね、しょうもないギャグをずっと言ってて、ちっちゃい会合では問題になんなかったんですけど、外務副大臣のね、僕の後輩ですけどね、弁論部のね、武井俊介君の会に行った時にね、一応副大臣なんでマスコミ来てんですよ。そこでポロッと言ったら問題になっちゃったということで、もともとこれアウトなんですけど、葉梨さんは自業自得ね。山際さんと寺田さんは今までやってきたことだから、もうこれはどうにもならないですよね。葉梨さんは余計なことやっちゃったという感じで、3人ですね、1ヶ月に行ってしまいましたということです。野党のね反応ね、一応この日経新聞書いたんですけど、日本維新の会の藤田幹事長は、政治資金を所管とする総務大臣が疑惑を指摘されたのは不適切だ、説明責任を果たすべきだと。さらに国民民主党玉木雄一郎代表ね、後手後手の印象は否めない、なぜ葉梨氏と一緒に辞めさせなかったのかは疑問だということで、1月召集の通常国会の前にもう一回内閣改造みたいな声も出ているということなんですが、これはね、いろんなところで私言ってきましたけどね、まとめるとね、基本的なね、皆さん分かってなきゃいけない公開情報が一個ありまして、内閣というのはね、選挙に勝つと強くなる、改造すると弱くなる、そういう法則があるんですよね。安倍さんは国政選挙ね、何連勝ですか、衆院選は3連勝、参院選も2連勝とかですから5連勝ぐらいしてるんですけど、安倍さん選挙勝ちまくったんで、だから強かったんですよ。でも最後やっぱりちょっと内閣改造って少し弱くなったりしましたよね。なんで選挙をやると強いんですけど、キッシーじゃ今この状態で選挙やったらどうかというと、ちょっと議席の維持は難しいと思うんですよね。野党の支持率上がってないとはいえですね、それでもやっぱりね、議席は今みたいね、まあ前回ちょっとキッシー勝ちすぎましたから、これで勝てるかというと結構厳しいとなるとですね、これどうにもなんねえと。これでもう一回内閣改造やったらさ、また支持率落ちちゃうじゃん。なんで割とですね、あり地獄にね、今陥りつつあるということです。ただね、プラスの情報はないかというと実はあって、先ほどちょろっと言った通りですね、野党がねあんまり支持されてないんですよ。青木の法則とか青木率っていうのでやりますけど、 NHK の世論調査でも見るんですけどね、内閣支持率と政党支持率をね足した数字です。内閣支持率プラス自民党の政党支持率が60を切るとですね、もうほぼ回復不能、50以下になるともう絶対に政権は潰れるというふうに言われているんですが、岸氏はギリギリまだね70ぐらいあるんですよ。でも今回の辞任のみのね、このね青木率ね、70がおそらく下手すると60切ってくるとですね、ここから岸田内閣ね、エンドロールがこうあと出始めるような感じになっちゃうので、ちょっと厳しいかなというふうには思っています。この先ねどうするかという問題ですけど、私はですね、あえてね、なんでこんな風になっちゃったかということをね、皆さんにぜひね考えていただきたいです。これはね、黒シャツこと石橋文人さんね、元産経新聞政治部ですけど、石橋さんがね、岸田内閣発足当初からずっと言ってたことね、それは何かというとね、岸田さんはね、ふわふわした6割を追いかけすぎたんですよ。ふわふわした6割って何かというとね、ワイドショーを見て投票先決めちゃうような人、これふわふわした6割なんです。岩盤っていうのがね4割残ってるんですけど、この4割の岩盤のうちね、3割が自民党支持です、1割が野党支持です。なのでこの岩盤の1割はね、もう何をどうやっても自民党に来ないんです。逆に言うと、その岩盤の3割はですね、しっかり捕まえとかないと、こういうピンチになった時に自民党を応援する人がいなくなっちゃうわけですよ。岸氏はね、発足当初アベノミクスひっくり返してね、新しい資本主義って言ってみたりとかさ、中身グダグダなんですけど、なんかそのアベノミクスひっくり返すんじゃないかみたいな感じで、それでマスコミが受けたわけですよ。安倍さん嫌いだからね、マスコミはね。それで岸田ってこう盛り上がって、支持率も高いんで、岸氏なんかウハウハだったんですよね最初の頃ね。検討した方が支持率上がるみたいな感じだったでしょ。さらに岸田さんの事情としては、その党内対立を激化させないように議論もなるべくしない、問題は先送りするっていうことを、参院選までは安全運転ということで、何もしなかったって言ったらまあ言い過ぎかもしれないですけど、実質検討と先送りが目立った内閣だったんですよね。原発の再稼働についてもね、安倍さんが亡くなった後ですもんね、あれだけはっきりしたことを言い出したのね。もっと早くやっとくべきだったんですよ。おそらくね、岸田さんがね、岩盤支持層を捕まえるんであれば、防衛費の増額とかも今出てることですよ。簡単に言うと今やってることなんですよ。結果的に今やってることをもっと早くやっとけばよかったの。例えば防衛費の増額ね、それから原発の再稼働ね、この
2つだけでも良かったと思うんですけど、増税の議論はもうしないと。とりあえず参院選終わるまでは増税の議論は一切なしだとか言って、金融所得課税なんかね出たり入ったりいろいろやってましたけど、ああいうのも一切なしでやってたら多分違ったんじゃねえかなと思うんですよね。特に原発の問題はさ、結局電力不足でやらざるを得ねえんだから、いつ言うかってだけの問題なんですよ。岸田さんは議論今しない方が、むしろねことを荒立てない方が参院選有利だって思ったのかもしれないですけど、それを決断が遅れたことでですね、自民党のねその3割のね岩盤の人っていうのはポロ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 抜けてっちゃったわけですよね。結果的にはその3割の人たちが岸田応援しなきゃいけないのみたいな今モードであると。この状態なのでね、まあなかなかちょっとここからね戻すの難しいかなと。安倍さんのことなんかぜひね皆さんねもう一回思い出してほしいんですよ。安保法制、あの時ももう散々叩かれてね、森かけでも散々叩かれて、桜を見るからも散々叩かれましたけど、岩盤の3割っていうのは安倍じゃなきゃダメだっていうことでみんなめっちゃ応援したじゃん。この3割があったから選挙では勝てたんですよ。5連勝できたわけですよ。じゃあ岸田さんどうかというと、この3割がちょっとというか結構そっぽ向いてるから、選挙勝てんのこれ大丈夫なのってことで自民党の中から動揺が出てきたわけですよ。岸田で大丈夫なのかってなっちゃうわけですよ。これをやっぱ避けなきゃいけないんですよね。安倍さんはこれを避けることが本当に巧みな人でね、結果的にはね憲政史上最長の内閣ね、これを成し遂げたわけですけど、それはね安倍さんがたまたまラッキーでやってたっていうことじゃなくて、安倍さんも意識的にやってたんです。この岩盤の3割を捕まえるにはどうすればいいかということで、ね、もう拉致問題もしっかりやめてたし、日米同盟、民主党政権でね崩れかけていたこの日米同盟を立て直したのも安倍さんですよ。それから民主党政権で、これまでの自民党政権も悪かったんだけど、ただでさえボロボロになってこの経済をアベノミクスで立て直したじゃん。この成果を認めたくないから実質賃金かとかアホなこと言ってますけど、雇用がめっちゃ増えてるから500万人も雇用を増やした総理大臣なんていないぜ。なかなかこうやっぱ目に見える成果を出してガッツリやっぱ経済、国防、そして国家間ですよ。これでビシッとねこのね3割の岩盤層を捕まえていたのが安倍さんだったんです。じゃあ岸氏はどうかというと、経済は増税でしょ、国防ちょっと微妙でしたよね。林さんなんか外務大臣にしちゃったかばっかりにさ、大丈夫なんかみたいな感じでね、なった瞬間に王毅とさ外相会談するとか抜かしてさ、もうフルボッコになったりとかしたでしょ。そして国家間って感じですよね。結果的に安倍さんが亡くなってから慌ててやり始めたんだけど、それね安倍さんがいるいない関係なくさ最初からやるべきだったの岸。それをやってないツケが今出てるので、なのでね、さっきのちょっと記事戻りますけど、今ね内閣改造やるとかいう話出てんだけどさ、こんなつけ焼き場なことやったってさ金って来ないと思うんだよね。ただその岩盤保守を代表するね雑誌正論、正論ちょっと最近よく正論チャンネルも出させてもらって、有本さんとかね滝田さんとかねお話聞きますけど、とはいえですよ、じゃあその岸田の次誰出てくるのかって考えたら、まだ岸田の方がマシじゃねえかみたいな意見があるのも、これもまた事実です。岸ここに来て目覚めていいことやってんのもこれまた事実なんですよ。今までやってきてねえっていうことで離れた皆さんもね、今でもねやっと気がついていいことやってるんで、いいことやったら褒めてあげてくださいっていうのが割とですね滝田さんなんかね、この間お会いした時言ってたお話です。じゃあこれ以上のものあるんですかと、安倍さんなきゃとね、できるんですかと、萩生田さんも今ちょっと大変でしょなんていう状況の中でね、結局相対的にどれが望ましいかっていうのを見た時に、岸田さんそんな悪くないじゃん今はと、だから応援しようよと。でも応援したいからこそ岸田さん増税引っ込めないとダメだよと、宮沢さんにあんなね税調で好き勝手言わせたらダメだよっていうこともこれまたね有本さんなんか合わせておっしゃってますね。まあ僕もそこ指摘したら、いやジョンさんおっしゃる通りですよ、増税だけに前のめりっていう風なやめようとか、なんかね岸田さんもねそういう風に思われるの嫌らしいんですよ。増税だけに前のめりって思われるのは嫌だし、財務省のポチって言われることすごい気にしてるっていう話なんですね。これは実際に取材して有本さんなんかそうだっていう風におっしゃってるんで、だったらさもうキッシーさここまで追い込まれたんだったらリスク取ろうよ、俺は変わったーっつってやれば、岩盤のその3割の人もさ、ちょっと岸気づくの遅れだけど1年かかったけどこっからやってくれんだったらいいよと、様子見てね本当よかったら応援してやるってなると思うんで、ここはねやっぱねリスクを取るしかないかなと。この間最悪だったのはさ、人事をやってるからチャイナがミサイル撃ってきたのに NSC 開かないとかさ、こういうのはちょっとねダメだと思うんですよね。だから今回そういう意味で言うとね、8月の内閣改造は完全失敗だったということですから、このままね内閣改造するのかしないのかどっちでもいいですけど、まずは岸田さん自身のね変わったっていうことをさしっかりとコミットしてもらうこと、そのためには税調の宮沢さんクビにするぐらいの強権発動したらいいと思いますよ。もう俺はどうせ終わりだからと、宮沢お前いとこだけどごめんなっつって言って泣いて馬謖を切るならばさ、泣いて宮沢を切ると、宮沢は天下の嫌われ者みたいな感じでさやってもらったら、これはちょっとね衝撃走りますよ。キッシーって思ってた人のあれやるじゃんキッシーみたいな感じになると思うんで、やっぱ俺は変わったっていうのは、それは当然ねリスクはあるんですけど、親戚の中で干されるかもしれないけど、でもね総理大臣になれるなんてことはね一生に一回ですから、岸田さんここはね悔いの残らないようなね大ナタを振るってもらいたいなと。私もよくゾンビにねナタ振るってますけど、岸田さんもねミラジョボビッチになったつもりでね自民党の中で大ナタ振るってね増税ゾンビどもをねぐらーとか言ってねボッコボコにしてほしいなと
というふうに思います。あえてね、今日はね、組み終えは取らなかったんですけどね。志田さんを救いたいは取らなかったですけど、ちょっとこのまま追い込まれていくと、救いたいに入っちゃうかもしれないんで、そういうことにならないように、ぜひ頑張ってもらいたいなと。もう終わりが見えてきたんだから、逆にリスク取ろうよ。逆にリスク取ったら、もっと続くかもしれないんで。志田さん本当に変わったら僕は応援しますし、これまでもね、いいことやったらちゃんと褒めてますからね、志田さんのことね。でも増税増税言うからてめえってなってるだけの話なんで、そこはですね、岸田さんね、頑張ってもらえねえかなというふうに思いました。国民のためにもですね、ぜひね、増税切り捨て、そして国防、経済国防、国家間ですよ。この3本柱で行ってほしいなと。お空で安倍さんも見てるんでね、ぜひ頑張ってください。ということで、安倍晋三写真展がね、東京タワーで始まってますから、産経新聞がやってるやつですけど、ぜひ皆さん見に行ってください。僕もね、今週中に行こうかと思ってますのでね、ぜひ皆さんも行ってください。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。